が二つつにににに分かれれてており紐締めして体にぴったりと身けけらるるように着付けるドレスのスカート部分と別仕立てになっていて1セットで装着するもの、バレエ衣装での胴部などもボディスと呼ぶが、現代はヨーロッパの民族衣装に見られる前をホックで留めるか紐で締め上げる袖なしの同意を呼ぶことが多い。中世の初期から近世の初めに至るまで、 ヨーロッパの女性はワンピース型の衣装を身につけてきた。最初は縫製技術の限界もあり全体にたっぷりとした緩やかなものだったがイタリアでは騎手が着た体にぴったりした衣装の影響から女性にもいち早く体にぴったりしたドレスが流行した。このようなタイトなドレスはコタルディと呼ばれたが上半身は体の線を はっきりと出すもので下半身は街を入れて、スカートを大きく広げていた。西ヨーロッパにもイタリアの流行が持ち込まれ、体にぴったりしたドレスが身につけられるようになった。15世紀の後半、貴族女性に毛皮をぴったりとした袖なしで腰丈の上着に仕立てた部屋着が流行する。この毛皮のベストがボディスの原型である。16世紀には衣装の上半身が、 袖なしの同意、すなわちボディスとして独立し、スカートをボディスの内側の留め具から吊るして身につけるようになった。袖はボディスと別に仕立ててあって、後から紐などで装着するようになっていた。この頃のボディスは最初、前が閉じていたが、全部に V 字の深い切れ込みが入るようになり、胸から 下の開きを覆うピエースでストマという布が内側から取り付けられるようになった。17世紀後半になるとボディスそのものに芯となる足などを入れてコルセットと融合したコールピケというボディスが登場する。18世紀には前面が完全に開いたワンピースの背を余りを持たせて止め余り部分を膝にして裾引くタイプのドレスが主流となる。 これはワンピースの変形というよりもボディスとスカートが融合したものと言える。同世紀末になると古代ギリシアなどから着想を得たワンピースタイプのドレスが再び復元する。19世紀に至って再びボディスとスカートが分かれたドレスが登場する。ありがとうございます。